日本東京都港区西麻布西麻布は東京都港区の町名。麻布地区総合支所管内にあたり、現行行政町名は西麻布1丁目から西麻布4丁目。郵便番号は106-0031。麻布地区の西端に位置し、渋谷区との区境にあたる。町内にある西麻布交差点は、六本木通りと外苑西通りが交差し、 道路案内でも品質する地名である。また、西麻布交差点に設置されている六本木通りの立教は、旧地名の麻布霞町から霞町立教と命名されている。江戸時代は、農耕地、雑木林、町屋、大名及び、小名の下屋敷からなる、町外れの換算とした地域であった。明治から大正時代にかけ住宅街として形成され、この点は元麻布、 南麻布も同様であるが中でも高台の麻布郊外町は旧麻布区の中では麻布一米町一丁目麻布今井町麻布三河台町の西側麻布六本木町の東南側麻布鳥居坂町麻布東鳥居坂町麻布長坂町等に準じる山抜けの高級住宅街として著名な存在となっていく第二次世界大戦後 1960年代初頭からは、徐々に国際的な盛り場として変貌を遂げていく六本木とは、対照的に未だ歓声な街並みを保っていた。しかし、1964年の東京オリンピック開催に伴う首都高速3号渋谷線の建設と重なるように、六本木通り沿いにはビルディングやマンションが少しずつ目立ち始めるようになっていく。その後は、 多くの民家がビルディングやマンションにとって変わられていくものの、隣接する広尾の地に広尾ガーデンヒルズが立ち並ぶように今日の西麻布の様相を表し始めるのは、1980年代後半からのバブル景気の時代である。1985年10月、西麻布4丁目霞町交差点にアイスクリーム店、ホブソンズが開店し、一大ブームとなった。1990年、 西麻布4丁目の外縁西通り沿いに立ったザウォールの大規模なディスコは西麻布2丁目のレッドシューズなどと並び週末は明け方まで騒ぎを起こす若者たちで溢れた FM 局の JWAVE は開局当時より地元である西麻布のディスコと連動するように最新の流行や現地からの実況中継を行うほど熱心に情報を提供していた1996年頃は 西麻布イエローが、同地のクラブシーンで人気を博した。バブル景気末期の1991年には、同じく外苑西通り沿いで、西麻布3丁目のキャンティ西麻布店、並びに高級焼肉店であるノブ園、有限定が開業した。2000年になると、ゴンパチ西麻布店が、西麻布1丁目霞町交差点で開店、小泉、物資階段やハリウッド映画、 キルビルロケ地に利用されたためか、外国人の利用客が多い。2005年、六本木の老舗ジョージスが、西麻布一丁目に移転開業した。2013年には EX シアター六本木が開業。同施設のように、六本木六、七丁目に隣接する、建造。2019年8月1日現在の世帯数と、人口は以下の通りである。立小中学校に通う場合、 学区は以下の通りとなる、西麻布二丁目界隈、霞町交差点から南青山の三行通りへの抜け道として、住宅街であるにもかかわらず、タクシー車両等多くの通行がある。詳細は、郊外町、霞町、桜田町、及び高木町を参照居住その他ゆかりある人物、ありがとうございます。